番もやっぱりね失ってんだよ、何かを。ちょっと悲しさを表すために歩いてるわ今。健康的ですね。いいわ、うん、自転車とか乗れない。ああああいかつい顔で見られてます。触っただけなのに。すごいな街、立派、立派すぎる。飛べないか、飛べ込めないか。いやいやだ。戦いしたくない。いやだ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 よな。拳交えたくない、うん、拳はね痛いもん。お手手が気を許した人としか持ち合わせないよ。そうだよな。あれ桃源郷チックだな。びっくりした。最初に、あーなんか絶対戦った。あーやばいよ。あ、本当だ、若手ヤクザ。おお。この車使って攻撃できないかな。カリスマの説得って何。なんだカリスマの説得って。なんだなんだ。いやなんだろうこれ、なんだこれ。いやレベル4はできなそうだね。レベル4の男はちょっと一旦処理させていただいて。気絶。気絶したね。あーもう全然痛くない感じが。でも刃物持ってるけどな。カリスマの説得いけ。仲直りしようぜ。どうですか。どうですか。どうですか。ほら来いよ。強い。タグチ。強いわ。意識を取り戻した。おお。で。で。ああ。日本強いよな。一番って。そうだね。あ、こっちの方がレベル高い。ボロボロじゃん。え？柱とか。本当だ。あら、ボロボロか。笑えるぜ。看板ないな。切れるってもんだよ。うん。ツアーの締めは桃源郷か。あ。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。すごいな、これの声優さん。このキャラの声としか感じられない。すげえよな。確かに。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな本当に。いや、確かに長いね、18年ってね。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。なんだそれ。産経作戦の成果に後押しされて都でずっと仕事だった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みたいなもんだ。もう俺にはどうでもいいよそんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この街を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。その人は、どういう立ち位置なんだろうな。いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ？お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてに言うんだな。
嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい？気になる。捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、神室町に恩義連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るには、まずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、でかい話になったな。その首だ。怖いね。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで東上会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは？おやっさんに会いたい。無所にいるときはずっとそうだったけど、ね、とにかく牛丼が食いてだよね。荒川は今夜大海の神村を連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになった。今夜でかい会合？ねえ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。道引き返した。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこだ？よくぞ聞いてくれた。いまいちヤクザが分かってないから。結局誰が一番上なんだ？荒川真澄が一番上ってことでいいのか？このヤクザ 2代2等なんか2番目みたいなこと書いてある。ねえ、なんか代理みたい、代行みたいな。あ、カムロップかわいい。カムロップだ。カムロップやべえ場所にいるやん。うん、ピンチだよ。見てみろ、カムロップ。あの店、うわ、平安楼だ。平安楼。あの店はなんだ、行ったことあんのか？あれじゃね、若と行ったとこじゃん。えらい高いんだぞ。中華料理食べようって言ったやつ。でも、おやさんは昔、約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって、荒川のおやさんが。これを読んで。クラスに捉えてた。どうした？いいね。場所がここだってことも、きっと偶然じゃねえ。いや、きっと。なるほどね。きっとそうだ。北京ダック食おうぜと。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。待てって。なんて言われるんだろう、夜になってからだ。おまけにお前、でもショックだよね。お前誰とか言われたり、近江に面が割れてんだろ。知らんな。だったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策ってめっちゃ説教されてる。その時が来るまで楽しみにしてろ。昼のうちに入っとって、じゃあ夜まで待つだけか。隠れとかできないのか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。つけ本番。あとこいつ渡しとくぞ。おお、この方は結構作戦派だ。スマホだよ。使い方わかんだろ。どうやって使うんだよこれ。あ、持ち方がガラケーだ。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。わかった。メール受信、写真撮影、タクシー呼び出し。何？ポーズメニューから。よし、ご老人と同じような気持ちですか。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つまで。 LINE までは行けないと、ね、YouTube とかはない、はい、うん、ちょっと難しいと。ブラウザーも難しいよ。うん、
レイワー、レイワーキャンペーン、よし、うわぁ、夜だな、うわぁ、いいね、スマートフォン、おぉいいね、えれシンプルだぜ、カメラ、カメラどれ、メール29件も来てない誰が送ってくれたこんなインストア成り上がり支援パック、あれカメラどこなんだろうね、カメラ機能あるって聞いたんですけど、アルバムしかないのおかしくないですか、あ、よ、本当にオンラインストア、課金だ、スジモンって何、スジモンスジモンってなんだ、どんなモンスターそれポケモンみたいにさ、なんだろう、一旦完全に止まってる時とかだったら、あ、ない、カメラまだ撮れないやん、あ、カメライベント来んのかな、で今あいつが来たよ、うん、俺じゃないよ、そうだよ、向こうの方がヤクザだもんね、あの局面は、いや、なんか牛丼食べたくなってきた、これ見たら、いいねー、うわ、いるわ、せめえな、道、せめえな、お回りしようかな、じゃ育てた方がいいのかな、いや、でも怖いよ、あんまり戦いたくないんだよ、大人怖いよ、大人、どちかます、どちかます、チャンネル、チャンネル、高評価、高評価、登録、登録、よろしくな、よろしくな、うんあ